どうも。はい、今回ですけども、今週ですね、5月の13日土曜日ですね、シュプリームウィーク12ということで、やっとドロップリストが出てきましたので、そちらの方を見ていきたいと思います。はい、でまあ今週はですね、まあコラボ何かなと思ったら、まあクラークスということですね。まあなんか今週もなんか控えめな感じなんですけども、まあただですね、このクラークス、なんかこれ調べると、まあ約2年ぶりぐらいに発売みたいで、まあデザインもですね、見ると、まあ悪くないかなと思ってですね、これ結構黒だとかベージュかっこいいなと思いましたかね。はい。まあ結構これ人気ありそうですね。まあちょっと今週はまあこのクラークスしかないんで、まあなんとも言えないですけども、あとこれにまあ、まあレギュラー商品があるっていう感じの、ちょっとまあ物足りないかなっていう感じがしますけども。はい。ではちょっと早速見ていきたいと思います。はい。で、まずですね、クラークスですね、この、ウエストンカットアウトフーデッドスウェットシャツと同じデザインを採用したワラビーシューズ。お値段が 28,600 円ですね。まあ結構なかなかいい値段ですね。はい。まあでも、これ写真見る限り黒だとかベージュいいなーって感じはしますね。はい。で、続いてはレギュラー商品ですね。見ていきたいと思います。まず、最初の1点目がアンブロですね。アンブロの、ジャケットとパンツですね。はい。で、アンブロのジャケットが 35,200 円。で、パンツが 29,700 円。このジャケットに関しては、肩のところは取り外しができる感じですね。アンブロだと、確かウィークワンかなんかで、確かナイロンのジャケットが出てたような気がするんですけども、まあ、今回ジャージの生地ですかね。ジャージって感じですね。見た感じ。はい。はい。では続いてですね、ゴンズのポエムセーターと、チノパンですね。セーターが 26,400 円。で、チノパンが 29,700 円ですね。まあ、これも、まあ、無難なゴンズの柄って感じですね。はい。はい。で、続いてが、ウエスタンカットアウトフーデッドスウェットシャツと、セットアップのパンツですね。はい。で、フーディが 31,900 円。高いですね。で、パンツが 28,600 円。なかなかいいお値段しますね。はい。まあ、ほんとこの、今回のクラークスと同じ柄ですね。はい。で、続いてが、ニードルポイントの SS シャツ。26,400 円。結構高いですね、これ。何かなと思ったら、ニードルポイントという特殊な技法でバラやロゴを刺繍した半袖コットンシャツ。なかなか最近シャツ類ももう2万円以上でもうほんと高いですよね。はい。で、続いてが、グラディエントグリッドポロシャツとニットショーツですね。ポロシャツが 26,400 円。で、ショーツが 24,200 円。まあ、これもなかなか値段しますね。グラデーションを効かした格子柄のフルジップポロとショーツですね。はい。茶色とかなんかでも人気ありそうかな。はい。で、続いてが、アニマルキングダムの SS トップ。お値段 14,300 円。結構 T シャツにしては高いっすね。ってなんで高いのかなと思ったら、青い産業の刺繍なんみたいですね。はい。はい。で、続いてが、ナイロンのペインターショーツ。お値段 18,700 円。高性能なサプレスナイロン素材で仕立てたペインターショーツ。はい。で、続いてが、まあ、帽子類ですね。まあ、よく定番にあるクラシックロゴのシックスパネル。お値段8,800 円。で、続いてがゴンズのポエムキャップ。こちらが8,800 円。で、最後がオールドイングリッシュストロークラッシャー。お値段9,900 円。まあ、麦わら帽子のクラッシャーハットですね。これ結構デザインかっこいいんで、まあこれも人気ありそうですかね。まあ麦わら系ですかね。まあこれから夏に向けて人気ありそうな感じですね。はい。で、あとは、このちょっと ごつい商品なんですけど、USM のクラデンザ。お値段66万。スイスの家具メーカー USM のサイドボード。まあ、これ日本で発売あるんですかね。ちょっと何とも言えないですけども。まあ、ただこれ、かっこいいなと思いますけどね。大きな家とかだったらいいんじゃないかなと思うんですけど、大きな家に住んでる方だったら。はい。で、最後は、ま、これちょっと一番気になったのはですね、この、ドイツの文具メーカーのロットリングのボールペンですね。これ、
これ、ルックブックで出た時に、あ、いいなと思ってですね、これ欲しいなと思ってたんですけど、ちょっとお値段見たらとんでもない価格だなと思って、1万1000円ってめちゃめちゃ高いなと思ってですね、ボールペン、ブラック、レッドとシャープペンがあるんですけど、これ3本セットなんですかね。さすがにこれ1本で1万1000円は高いよなと思うんで、3本ついてるのかな、その辺がちょっとなんとも言えないんですけど、はい、っていう感じですかね。ちょっとこれも自分 2,3 千円ぐらいのものかな、高くても 2,3 千円だろうとかちょっと思ったんですけど、とんでもない値段ですね。1万1000円なんだと思って、これ普通にあったら普通に使おうかなと思ったのになって、ちょっとそこら辺がちょっとショックですかね。はい、ってな感じでこちらで以上ですね。はい、まあ今週もですね、まあまあちょっと欲しいものないかなっていう感じなんですけども、はい、まあまたまあ来週ぐらいに、まあ期待したいかなとは思いますかね。はい。という感じでこちらで以上となります。はい。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、さよなら。